油引いてないんですけどね。ほら、やばない。つるっつる吸えるわ。皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、ご飯がめちゃくちゃ進んじゃう簡単ブリの照り焼きの作り方を紹介させていただくんですが、なんと、じゃじゃーん、これわかります？見たことないですか？あのテレビショッピングなんかでよく見る卵がつるっつる滑るやつ、あれ。はい、このフライパン、フレーバーストーンダイヤモンドエディションです。なんとこちらね、ダイレクトテレショップさんが提供してくださいました。マジでありがとうございます。ほんと使ってみたのよ。すごいのよ。驚く。なんとこのね、フレーバーストーンシリーズ、まあ、全体で世界累計販売数1400万枚突破ですよ。すごないですか？もう世界中で使われとる。もうこのね、フライパンを使って美味しいブリの照り焼き作っちゃったんで、マジで皆さんもやってみてください。そして今回は私の概要欄の方にこの購入先リンク貼っときます。少しでもね、お得に買えるように期間限定ではございますが、クーポンコードも発行してるんで、今がチャンスなんでね、ぜひ覗いてみてください。それでは一緒に作りましょう。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちら、ブリの切り身2切れ。そして、ちょっと下処理するのにお塩を少し使います。はい、これよこれ。もうご飯が進んじゃう味付け。なんと焼肉のタレ。もう 50cc で OK です。好きなもの用意してください。お酒 50cc。材料は以上でーす。はい、まずはブリの下処理からしていきまーす。はい、こちら、お塩をね、表面にパラパラーっと振りかけてください。あんまり塩をしすぎると辛くなっちゃうので気をつけてください。はい、裏表にね、軽くパラパラっとお塩を振りかける。この状態で10分ほどなじましてください。そうするとブリから余分な水分がにじみ出て、それとともにね、臭みも抜けますので、まずは10分お塩をなじませる。はい、こちらね、焼肉のタレとお酒。今回の照り焼きのもう簡単なタレを合わしておきます。焼肉のタレの方にお酒を入れて混ぜ合わしておく。はい、たったこれだけ。これがめちゃめちゃね、ご飯が進んじゃう照り焼きのタレ。もうこれでブリ焼いたらマジやばいのよ。はい、こちら今10分ほどお塩なじませました。わかりますかね？余分な水分がにじみ出てきてます。ここにね、臭みなんかも抜け出してるんで、キッチンペーパーで拭き取っちゃいましょう。はい、これ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 ！フレーバーストーンダイヤモンドエディション。めちゃくちゃ楽しみだわ。こちらね、スクエア型になってて、とってもね、脱着式でございます。そして何よりね、くっつきにくく、焦げつきにくい。最高ちゃいます？しかもね、油とか引かなくても調理できちゃうんで、最近のヘルシー志向の方にはいいと思いますよ。はい、そしたら火力はね、中火ぐらいで OK です。このフレーバーストーンダイヤモンドエディション、弱火から中火が推奨されてます。強火でいっちゃうと、この表面のコーティングがね、劣化する恐れがあるので、もう弱火で調理とかできるんで、ガス代の節約にもなる。はい、1分ほど温めて、ブリを入れちゃう。この時ね、盛り付ける面を下にして入れてください。はい、このまんま、じっくりと焼きながら、香ばしい焼き色がつくまでいっちゃってください。これ油引いてないんですけどね。ほら、やばない。つるっつる滑るわ。すご。わあ、マジかよ。すげえな。これは人気出るのわかるわ。ブリとかね、マジで結構油塗って焼いても、ひっついちゃったりするんですけど、これ見て。うわ、楽しい。すご。マジつるっつる滑るやん。卵でやってみたいな。今日はブリ焼いちゃったから、まあしゃあないか。はい、こちらね。だいたい3分ほど焼くと、いい感じの焼き色がついてくるので、ひっくり返しちゃいましょう。うわ、うまそう。マジすごない。全然、くっつきにくいやん、これ。はい、そしたら裏側もね、2分ほど焼いちゃいましょう。はいよー。2分ほどね、裏側も焼いたら、もうほぼほぼ火が入ります。そしてこのね、表面の焼き色が大事です。これからタレを入れて、絡めていくんですけど、この仕上がりにね、照りが出て、めちゃくちゃ美味しそうになるんで、しっかり焼き色をつけてください。はい、そしたらひっくり返していただいて、先ほど合わせといたタレを入れる。じゃじゃじゃーっとね。はい、うまそう。はい、この中で、軽くゆすりながら、このね、タレにとろみがついてくるまで。火力はね、中火から弱火で OK です。はい、こんな感じで、
しっかりと絡める。いやほんとくっつきにくいからね、ブリがボロボロになる心配もないし、簡単にひっくり返せるし最高。はい、こんなもんかな。まあ、半分ほど煮詰まっていい感じにタレが絡んだら OK。 はい、とろみもついてきた。じゃあ盛り付けて食べちゃおう。はい、お野菜なんかと一緒に盛り付けて、見てくださいよこれ、スクエア型になってるしね、この角を使えばソースも簡単に綺麗にかけれるし、めちゃくちゃ便利。あーうまそう、これマジでご飯進むやつやで。はい完成。もう焼肉のタレでね簡単に作れるブリの照り焼き、ぜひ作ってみてください。はい、こちらのねお鍋ちゃん、洗う時もめちゃくちゃすごい、ほんとねひっつきにくく焦げにくいので、まあ流水でささっと洗い流しながら、柔らかいスポンジなどでね、ささっとこするだけ。いやもうこれなんかすごいよ。洗ってるだけでもわかるわ。手に伝わる感触が違う。うわ、すご。もうあっという間に落ちるわ。はい、こんな感じでね、もうあっという間に綺麗になっちゃった。このフライパンね、空炊きしたり、急な温度変化を与えちゃうとね、コーティングが傷んじゃうので、洗う時もね、もう熱々のままジュワーってよくやるじゃないですか。あれダメなんでね。少し粗熱を取ったぐらいで洗ってください。もうほとんどひっつきにくくて焦げにくいから。余裕で洗い物できる。もう見てほら、すぐ優しく撫でただけ。それでは、キュームポーいただきます。うまい。あ、たまらん。めちゃくちゃご飯に合うわ、この照り焼き。やっぱ焼肉のタレすごいね。うん、簡単に作れてめちゃくちゃ美味しい。あ、うま、止まらんわご飯。なんじゃこれ、ほんとブリもふっくら仕上がってる。うん、やっぱ厚みのあるねフライパン。このフレーバーストーンダイヤモンドエディション、こちらねダイレクトテレショップさんが提供してくださってめちゃくちゃありがたい。もう毎日でも使いたくなる。今回の6点セット、このスクエアのフライパン2つと取っ手、ガラス蓋、そしてこのね傷つかないように簡単に収納するときにね間に挟めるやつと、簡単&時短レシピブック、ここにもいろいろね簡単なレシピ載ってるんで、ほんとお料理のバリエーション広がる。でもこれ実際使ってみたらわかるんですけど、ほんとすごいよマジでね。くっつきにくく焦げつきにくいね、ツルッツル滑るし、びっくりした。調理してるだけでもね楽しになってくるかもしれない。うん、マジブリの照り焼き最高やわ。いやほんとありがたい。こんなに簡単にねブリの照り焼き作れるんやったら毎日でもいいですね。うん、うまっ。いやご飯進んじゃうね、美味しすぎる。もうおつまみとしてもいけますわ。うますぎ。